構小島春菜のおっぱいツートップもずっと透けてました全部、ずっと透けてます AKB240 人におっぱい調査。おっぱいを揉み合い、おっぱいに埋もれる。さらにメンバーの生おっぱい情報流出。そして本当ですか、女子必見熊田先生のおっぱい講座。離乳を保つ裏技、そしてカップ数を上げるマル秘テクとは。AKB 調べ。さあ始まりました AKB 調べ、イエーイ。あれですよね、あの恋愛総選挙でしたっけ、はい、あのゲスな番組が終わって企画を変えてこれが始まった。クリーンになって帰ってきました。そうですか。今日はこちらの4人とね一緒に、はい、お願いしま す, します。そしてですね、さらにゲストとして32歳の熊田さんにも。いらなくなっちゃった。AKB のその統計が 17.7 歳が平均なので、別の意見として聞こうかなと思って、うん、ね、よろしくお願いします。優しく言ってるけど、はっきり言ったらババアが来たって言ってた。いやいやいや、熊田さん呼んだのも理由があるんですよ。今回のテーマがですね、こちらなんです、うん、うわすごい、すごい、ほらすごいでしょ、すごい、ほら誰かいる、すげえ。 AKB 調べ、記念すべき1回目のテーマはおっぱい。先日雑誌アンアンの表紙を飾った小島春菜、その特集テーマはうっとり美乳。最近は寄せて上げて盛ったのボリューミーな巨乳ではなくて、小島春菜のようなナチュラルな質感の美乳が人気なんだって。ちなみにアンアンによるうっとり美乳の条件は以下の通り。ナチュラルな谷間、透明感のある肌、プリンとした柔らかさ、お椀のような丸み、上向きの張り、左右差のない美しさ、これを満たす美乳こそが今の女性が憧れるうっとり美乳。ここで AKB 調べ。 AKB メンバーは普段から水着姿や楽屋での着替えをお互いに見ているはず。そんなメンバーが実際に見て触って感じた AKB うっとり美乳ナンバーワンを投票。うっとり美乳の代表小島春菜がやっぱりおっぱい女王なのか、それとも小島春菜を超えるうっとり美乳新女王が現れるのか。今回のテーマは AKB240 人が AKB の中から選んだうっとり美乳ナンバーワン。あのお着替え部屋があるんですけど、あの劇場の、そこでちょっとまあいろいろ着替えとかするじゃない。もうその時にいつもうっとりと見てしまいますね。誰やろ、立って目が合った瞬間変態って言ってくるので、お前なんか超スケスケな、この子すごいくない、なんかブラジャーしました。あ、分かった、スケスケのブラジャーで分かった。スケスケブラジャー、笑顔で変態と言っちゃうスケスケブラをつけたうっとりおっぱいの持ち主は、ミルキーこと渡辺美由紀さんですね。ミルキーさん、私はミルキーさんですね。第10位はスケスケブラでおっぱい丸見えのミルキーこと渡辺美由紀。ミルキーさん脱ぐんですよ、すぐそれを見せてくるんですね。でかいとかじゃなくて綺麗だなって。あ、谷間がねすごい、こう触ってみたいですね。もう形が綺麗ですよね、触りたいですね。そう思うんだ。人を引き寄せるものがあると思います。人を引き寄せるおっぱいなんだね。磁石のように人を引き寄せるおっぱいの持ち主は、ちょっと分からへん、誰だろう。柏木由紀さん。あ、柏木由紀さん早いな。でも第9位は人を引き寄せる磁石おっぱいの持ち主、ゆきりんこと柏木由紀。でも柔らかそうです、すごく少ないね。え、本命ですよ、うちの。プルンってしてそう、形も綺麗し、なんかすごい映像になるような、なんかモネしてませんか。誘ってる。胸とかも特に触ってます、基本。あれ溢れ出てるんで、いつも感動する質感と肌触りなんですよ。ちょっと分けてくださいって言いたくなるような胸です。そんな大きいの？それ相当大きいね。たまらんです、綿、真綿のような。溢れ出るたまらんおっぱいの持ち主、実はスタジオにいるよ。あ、ここで、まず誰、私美乳って言ったら若宮さんかな。若宮さん、あとで若菜ちゃん。なんでハッシーなわけにいいじゃん。第8位は若パイこと名取
でしょ今完全に。骨み水かなってい う, う低反発と言いますか、下からこう行きたいような、ちょっと揺らしたいですね、うん、すごい柔らかくて、なんていうんですかね、水風船みたいな。大きいね、すごい大きい。水風船、一言で水風船といってもいろんな硬さがあるはず。そこで調べる。何急に、何これ、わかにゃんのおっぱいの感触がどうしても知りたい。そこでいろんなサイズの水風船を準備。わかる、わかるんだこれで。何これ、これさ、やるよって言われますよね。水風船すごい売れるよこの後ねえ、やりたくなっちゃうよ。違うな。実際におさわりしたことがあるという大島涼香ちゃんに改めて揉んでもらったよ。あ、これだ、一番大きいやつだ、すごい、これです、これ若菜さんの胸、もうすごい。名取若菜ちゃんのおっぱいは蛇口をひねって20秒間水を入れた水風船だと判明。やってみよう。水の量にしてくんねえかな、時間じゃなくて。白くて綺麗。その大きいだけじゃなくて、ちょっと綺麗な、なんですかね、運動得意なんだろうなみたいな。それ何それ。運動が得意そうな白くて綺麗なおっぱいの持ち主とは、さやね、山本さやか。さやね、ここだ、山本さやか。低いね、低いよね、山本さんか。第7位は浪速の大黒柱、さやねこと山本さやか。白いし、なんかもちもちしてそう。歩いてる時とか、あの当たったりするんですけど、水ベッドみたいな感じぐらい気持ちいいですよ。なんでボーサーベッドって言わなかった。スレンダーの胸だけ。それ大事だよ。ちょっと大きいと結構高低差があるんですよ。あまりまだ知られてないかもしれないんですけど、すごい胸が大きくて、しかも形がすごい、すごいスタイル、綺麗なんですよ。お椀のような、AKB トップが認めるお椀のようなおっぱいの持ち主は誰だ。マリンちゃんこと小林マリナちゃん。そうなの、小林マリナちゃんかな。すごい張りがあるいいおっぱい。第6位はお椀おっぱいを持つ18歳、小林マリナ。でも最近グラビアやってるからいい具合な弾力性。18でそんなすごいね。こうやってやりたいですね、横から。ボヤン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 って。すごい、腕細い。ギュッてしたくなる。本当に柔らかくて枕にしたいくらいの美乳ですね、あの方は。真っ白、もう色出ちゃった。みずみずしい感じで。でもまだいるわけでしょ、若さ溢れる。おっぱい代表結構出てるよ、メロンみたいな。みずみずしいメロンのようなおっぱいを持つメンバーは、アンナさん、石田アンナさんかなって。はい、自分で立候補します。でもじゃんけん来てた。若さ溢れるメロンおっぱい第4位、石田アンナ。握手会も攻めた格好してるよね。そうだ、よく私抱きつくんですよ石田アンナさんに。柔らかい。谷間って線がピッて入るようにできるじゃないですか。アンナさんはこうクッて入るんですよ。ほんと絵に描いたような感じで、Y で入る。同率。ここがでかいんです。ここが。なんか違うかも。いやだ、ちょっと。すごいです。すごい。本当にもう。誰だ。形も大きさも。あのびっくりしました。着替えるとき。え？本当に？高みだ？高みじゃないの？総監督が思わず偽物と疑った。第4位は。テレビでもカミングアウトしたのこれ。小島夏希も。カミングアウトとかやってないから。この子すごいですよ。小島夏希さん。小島夏希さん。見せたい疑惑が立つのは AKB 次世代グラビアクイーン小島なつき。微妙をもう超えてるって感じ。もうすごい大きくて、ロケットみたいな。横から見た時のシルエットが小島なつきちゃんはこう綺麗なんです。ちょっと痩せたんじゃない。私痩せましたね、まあ、ちょっとね、ちょっとまあまああるんですけど、形が汚いので、ね、ちょっと離れ乳なんですよね。どうでもいいわ。聞いてない聞いてない。4位までの結果はご覧の通り。みんなの推しパイは入ってたかな。 おめでとうございます。あ、すごいすごい。あれ何だ、8位。サスペンダーエロいね。ちょっと待って、今でいいね、ちょっとやめてくださいって押さえるのいいね。どうですか、
嬉しいです。そんな見られてるんですね。だってなんだっけ、水風船で20秒。 VTR 中も言ったけど、時間じゃなくてね、水の量って言わないでさ水圧がすごいとこだってさ、20秒って言ったら割れちゃうよ。割れちゃう。多分訂正されて下に今出てると思う。出てるかな。よく考えますね。でも触らせて、触らせて、触ってみよう一回。いやでも、じゃあちょっと頑張らなくていいから。お父さん、うるせえ。なんかね、あ、ここがすごいの。ずしっと。みなぎし、もっとやってやれ。ずしっていう感じがすごい。重いんだ。いいですか。またね、あれだね。あ、その、わ、本当だ。恥じらってる顔がいいよね。そう。確かに水風船や。せっかくだったら熊田さんのお兄ちゃん。いや、触れた。チェックさせてもらってもいいですか。全然いいけどね。どうぞ。いいですか。うん、え、いいの。全然いいな、いいな。すごい。ちょっと安くないか。安めかな。人生をいろいろ戦ってきた感じの柔らかなんかいい感じの廃れ具合。子供産んだら産んだでまた張るんだよね。だってその時 J だっけ。そう、 J カップまで行ったの。ABCDEFGHIJ。そうなの。IJ。出産して久々に仕事で現場だった時に、お前どうしたんだよ。ここで10位からおさらいだよ。ミルキー、あの透けてる、ね、あれなんでだって言ってて、本当にそうで、その多分勝った次の日にも透けてきてて、うん、めっちゃ自信満々に、今から脱ぐから見ててなみたいな。メンバーにすごいな。え、それは透けてるってことは見えてます。そうだよね。丸見えで。流行ってんの？流行ってない？透けてるブラジャー。大島優子、小島春菜のおっぱいツートップもずっと透けてました。ずっと透けないの？透けてて、ノンワイヤーの布だけの。で、胸ってクーパー人体っていう人体で守られてるから、そこをしっかりしてるんですよ。年齢とともに下垂って言って大きさ関係なくどんどん下がってくるから、ちゃんとサイズ合ったものをきちっとつけた方がいいよ。なんかすごいいい番組だね。おっぱい姉さんは本当にプロフェッショナルだからね。すごい。そっか。どうやってキープされてるんですか。なんだろう、もうね、私全部胸だと思って生活してるんだけど。全部胸だと思ってる。全部胸。なんでなら本当に胸って脂肪の塊だから、うん、背中のお肉もお腹のお肉も移動するの。だから毎日ちゃんとしっかりつけて、トイレ行くたびにちゃんと入れれば。すげーちゃんと話聞いてるよ。本当に胸になるから毎日やれば。本当ですか。うん、でも背中とか肉がない人は持ってこれないわけだよ。いや、でもどんなことやっても痩せてる子でもポーズで寄るんですよ。いや、ちょっと熊田さん、うちの指原はね例外なんですよ。本当本当に、例えばこうやってこうしてもらったら絶対寄るの。寄ります。すげえ。これを持ってくんで全部全然盛れるよ。あと1か2カップは絶対上がる。本当ですか。絶対上がる。もう1か2カップ上がったら指原念願の B カップになりますよ。すいません、ちょっとここで失礼していいですか。何何何、え、まさかお前胸を見せてくれるの。いいの。どうも AKB48 の小笠原舞です。こんばんは。何何何、さあ皆さん、ベスト3発表の前に指原さんが何位やったか気になります。気になる。なんと3票入ってる。で、その3票を入れてくれたこのコメントがあるので、 VTR どうぞ。当番組リーダー指原へのご意見。誰、え、誰でもいいですか。赤ちゃんみたい。指原莉乃さんかな。マニアックな感じで言うと指原とか、まあ、自分で胸がないって言ってるんですけど、そんな、まあ、そんな大きさとか関係なしに綺麗だな。さしこちゃんです。小さいけど柔らかいです。綺麗なんですか。かわいい。ちっちゃい。いや、ということでね、さしこちゃんの友達ばっかりが出てきます。しかも13、4歳ぐらいのお菓子とか普段あげてるな子でしょ。1位は小島春菜か、それともダークホースが現れるのか。ダークホース出てきてほしいな。誰やろう。みんな着替えてる時に解放って言って、もう自分のおっぱいを見せちゃってるんですよ。すべてのパーツが綺麗です。生で見ないとわからない美しさがあります。レナも綺麗だなと思って。レナでも解放しない。公演後開放的になってすぐ脱いじゃうというおっぱいの持ち主は、
宮前亜美さん、宮前亜美ちゃん、宮前亜美ちゃんっていう子が同い年かな、で、あんま水着になったこと本当になくて嫌がってるんですよ、本人は、だけどめちゃくちゃ綺麗なんですよ、それいい、それいい、最年少ランクイン宮前亜美、しかし松井ジュリラも言うようにビキニ姿の映像と写真は一切見つかりませんでした。色も白くてツルツルだし、めちゃ柔らかい、形といい大きさといいも色といい全てが完璧なんですよ。ならない方がちょっと価値観上がりそうです。確かに、ど真ん中にちゃんとピンポイントできてて、前上を向いてるんですよ、しっかり。え、見たかった。何、もう乳首が上向いてる話してるすごい話ですよこれ。全体的に女の子の憧れやと思うので、マッドリビニューの代名詞なんじゃないですかね。遠くからこう眺めていたいです。メンバー的に小春さんだよ。ありがとうございます。確かに思わず拝んでしまうほどのおっぱいとは。1位来る、小島春さん、小島春菜さん、小島さん、おっぱいの神様小島春菜がまさかの2位。 AKB240 人が選んだ小島春超えうっとりピニューの持ち主は、おっぱいの神様よりすごいうっとりピニューナンバーワンは、柔らかそう。着替えるとき一緒に着替えるんですけど、っちゃいますね。市販で売ってるおっぱいボールみたいな。あんな感じです。なんかおもちゃのやつあるの知ってますか？おもちゃの女性の胸の、はいはい、あんな感じです、ほんまに。AKB240 人が AKB の中から選んだ小島春菜を超えるうっとり美乳ナンバーワンは、城西圭ちゃん、圭一さん、城西圭さんですかね、やっぱり。第1位はなにわのおっぱいボールこと NMB48 城西圭。大阪だふわ、そのマシュマロ、マシュマロじゃないや、お餅とマシュマロ足して煮だわったような感じ、軽い綿菓子を持ったようなそんな感覚なんですよ。そんだけでこれってすごくない？すごいし、何にも知らない。大きさもすごいし、マシュマロ、すごい、完全にマシュマロです。この水着でこれはすごい。 AKB240 人が AKB の中から選んだうっとりピニューナンバーワン、 NNB48 城西圭が小島春菜を抑え堂々の第1位でした。小島春さんがなんと2位で、うん、意外でしょう。すごい子いたね。ケイッチもすごいんですよ。あ、そうなの、本当に。この子は本当にあるね。あります。この子は今も雑誌で結構もうグラビアすごいね。連載持ってます一人。でもそう考えたらこれ1位の子もそうだし、2位も小島さんだと、うん、それで小島さんもそのグラビアのイメージあるじゃん。うん、そ3位の子だよね。謎ですよね。しかもだって水着になってないんでしょ。見たい。絶対ならない方がいいと思う。なんでですか？だってその方が価値観があるじゃん。確かに。でジュリナが言ってるってことは、ジュリナって女性のおっぱいがすごい好きで、メンバーのおっぱい触ってるイメージがあるんですよ。ある。そのジュリナが認めてるってこと。おっぱいソムリエ、おっぱいソムリエ。じゃあ俺と同じだね。失礼します。この後城西圭登場。ドアを開けたら大誤算。そこにいたのは伝説のおっぱいボールが全く見えない服を着た城西圭ちゃん。城西さん、はい、うっとり美乳ナンバーワン、ナンバーワン、第1位おめでとうございます。ありがとうございます。1位です。はい、絶対小島さんが1位だろうなって思ってたんで、まさかあの小島さんに勝てるなんてって、ちょっとすごい嬉しいですね。これはちょっと自慢したいです、みんなに。うっとり美乳1位になりました。